8月9日土曜日の早朝から阿蘇市商工会青年部の主催で大観望橋小国ミルクロード交差点周辺から花遊びまでの国道212号線の全線を総勢40名でゴミ拾いを行う阿蘇クリーンアップ作戦がありました。この活動は世界にも誇れる阿蘇五岳とカルデラで阿蘇を訪れる人の心を和ませている中で、環境の面においてもそこに住む人々の心を癒すことができる地域になっていかなければならないと考え実施されている活動です。このように考えている方がいる反面、残念なことに廃棄物の不法投棄やタバコの吸い殻、空き缶のポイ捨て等による環境破壊や環境汚染が後を絶ちません。このクリーンアップ作戦で集まったゴミは約1トン、林の中に投げ込まれた大型のゴミは拾うことができないものもあり、警察に届け処理をしていただくということでした。212号線にはこのような看板が掲げてあります。ゴミは出す人の人柄です。道路は素敵な景色です。阿蘇の自然をみんなで守りましょう。